地味門正し通りは、鎌倉時代前期から中期にかけての苦行。内大臣、源、道近の四男。下には、正二位、内大臣、村上源実七味門家の祖。生まれた翌年には助赦を受け、14歳で、父の論考により、正四位した、翌年には、十三位、さらに2年後には肖像くらいという破格の出世を遂げた。この間にイボ兄、 通り衆の勇士となる。明で通衆の娘、道子は、土見門天皇の天使として、国人を生んでいる。岐阜姉である、照明門院の別当として、後鳥羽院生の中枢に入り、上元3年に、県中納言、県略元年に、十二位、憲法二年に、正二位、同六年に、県大納言と順調に出世した。その一方で、 鎌倉幕府の実力者とはいえ家柄からすれば遥かに、格下の北条氏から妻を迎えるなど、武家政権との関係を強めていった。順風満帆だった運命が急転したのは、上級三年に発生した上級の乱である。定通りは、直接的には関与しなかったものの、後鳥羽院政の関係者として失脚した上に、老いの土見門上皇の流刑、さらにはその日である義前 未子の病死など、その政治的基盤を失ってしまった。その後、北条氏との遠赤関係により復権して、家庭2年には内大臣となったものの、政治的な影響力は失われており、ただ宮廷的には忘れられた存在となった、照明門院と国人をの後見人としての存在でしかなかった。そんな中で、安定元年、低通が摂政禁断の地である落南。 吉章院前の川で、家人たちとあゆ釣りを楽しんだことから、同院に所属する新人たちと乱闘になるという、事件を起こした。関白このえけみが、当時世に偉大な言であった、定通の責任を追求しようとしたところ、定通りは、六原丹大、宝条と木森が事情を知らずに、同じ場所で釣りをした際には、新人たちは武士であると木森を責めなかったのに、苦行である自分が責められるのは、 納得がいかないと反論し、我も、また武士なりと言って、逆に新人たちの初段を迫ったという。この当時は、実力で初段権を有する者を広く、武士と称する用法があったことに加えて、上級の乱を、武士に対して卑屈になり下がった、区下社会に対する痛烈な皮肉であると、考えられている。だが、任治3年に、四条天皇が休止すると、 丁通りは三塩鎌倉に派遣して執権に、就任した安時に、国に用の天皇擁立を働きかけた。安時も、この提案に乗って、東市、足立義影を派遣して丁通りや六原丹大の工場十字と図って、国人を新天皇として即位させたのである。その後、後佐賀天皇が申請を行ったこともあり、丁通りは官職にはなかったものの、 新天皇の貢献人として、献政を振るって九条同化や二条領味と献政を競った。一方、幕府とも協調して、朝廷改革や建築院の死後を後鳥場院という追合に改めるなどの政策を進め、マッセの最強、交際博覧の人と評された。ありがとうございます。